こんにちは、池田しおりです。今日はこちらの三つ編みのちょい足しアレンジをやってみました。これからの季節、まあ結婚式とか多いと思いますので、二次会とかも呼ばれたりとか行く方多いと思うんですけど、自分でやらないといけない方、本当に簡単なのでぜひ挑戦してみてもらいたいなと思います。はい、それでは動画スタート。ビーゼのまとめ髪フォームをつけていきます。2プッシュぐらい出していただいて、毛先の方からしっかりとなじませていきます。サイドもパラパラ落ちないように多めにつけていきます。耳後ろでサイドとバックで分けていきます。反対側も分け取ったら、バックの髪をサイドに持ってきて、横の髪の毛が邪魔な場合はダッカールで留めておくとやりやすいです。この髪の毛と真ん中の髪の毛をクロスさせて、この髪の毛と真ん中の髪をクロスさせて、この髪の毛とこの髪の毛をクロスさせて、この髪の毛とこの髪の毛をクロスさせて、順に編んでいきます。ゴムで結びます。サイドの髪の毛を後ろに向かって外巻きになるようにねじっていきます。で、ダッカールで留めておきます。反対サイドも同様に後ろに向かって外巻きになるようにねじっていきます。両サイドの髪を左バッグに集めて、2つをゴムで結んでいきます。その時に三つ編みの中心ぐらいの位置で結んであげるといいと思います。三つ編みの中にサイドの髪の毛を入れていきます。入れる位置はだいたい真ん中ぐらいで入れていきます。中に入れた髪の毛を持ちながら両サイドを少しほぐしていきます。バレッタを使っていきます。2つの髪の毛をバレッタで留めてあげます。三つ編みのちょい足しアレンジでお呼ばれアレンジできると思いますので、皆さんぜひ参考にしてみてください。